漫画でわかるリハ栄養チームで取り組むリハ栄養こんにちは、藤原です。今回は多職種のチームアプローチでリハ栄養に取り組んだ実践例をご紹介しましょう。あれはもう10年前。事務職のパートさんが入り、病棟で過ごす時間が増え、 管理栄養士の役割を意識するようになりました。リハビリカンファレンスに参加することも、専門職の腕の見せどころをしっかり考えようと奮闘していました。井村さん。今度、若林先生のリハ栄養の講演を受講しますが、一緒にどうですかぜひ、お願いします。 公園、楽しみだなあ。この公園をきっかけに、院内の多職種の方々と積極的にコミュニケーションをとるようになり、リハ栄養のチームアプローチの原型が出来上がりました。チームを作り、病院全体でリハ栄養に取り組むようになりました。一病棟に管理栄養士一人体制。 これまで以上に患者さんと関われるようになった。そして現在、回復期リハビリ病棟では、入院時から退院後まで多職種が連携して、リハ栄養ケアプロセスに基づいたリハ栄養管理を実践しています。具体的にご紹介していきましょう。患者さんが入院されると、まずスタッフが、 それぞれの立場から患者さんを評価します。そして、ゴール設定を担当者間で行い、総合実施計画書を作成します。それに基づいて、患者さんとご家族に説明し、ゴールの共有を行います。また、ミーティング、ミールラウンド、会心でも、スタッフ間でコミュニケーションを取りながら、情報を共有しています。 井村さん、攻めの栄養療法の話も聞きたいな。攻めの栄養療法は、低栄養、サルコペニアの改善を図るために、理学療法士と連携しながら、運動療法と併用して、管理栄養士が提案し、実践しています。まず、患者さんとご家族から、思考やご意向を伺いながら、 管理栄養士から提案させていただきます。どちらかというと和食よりも洋食の方が好みでして。それと小食なのであまり多くは食べられないんです。そうなんですね。お食事の工夫を考えてみますね。量は多すぎるみたい。とろみは嫌いみたいね。シチューは好きみたい。 次に食事内容を調整して患者さんのご感想や食事摂取状況を確認します。この情報はミーティングの場を活用し多職種で共有します。食事の工夫に加え食感に栄養補助食品を召し上がっていただきます。リハビリ後にもとっていただくようリハビリスタッフや看護師、介護福祉士と連携しています。 リリハビリ後にこのゼリーを飲んでくださいねすっきりして飲みやすいちょっとした水分補給にもなるしタンパク質も多く含まれていてリハビリ後にぴったりなんですよ患者さんには主治医やリハビリスタッフからも動機づけするとゼリーの納得感が増すようですねええ、うん 入院中期は運動量増加に伴い、入院時に設定した栄養量で不足がないかをモニタリングし、食事量を増やしたり、栄養補助食品やプロテインを活用したりします。井村さん、栄病棟の鈴木さん、これから運動の負荷量を増やしますね。患者さんのお話を聞いて栄養量の調整について先生に相談しますね。お願いします。 モニタリングは2食種以上で原因と対策を検討し、リハ栄養のゴール設定、介入を修正しながら、栄養状態に合わせて週に1回から月に1回実施しています。退院が近くなると、延下障害、低栄養、再発予防の観点から、個々の生活に合わせた提案をさせていただきます。鈴木さん、いよいよ来週。 退院ですね。はい、楽しみですよ。初回外泊前や外泊時などに、リハビリスタッフや社会福祉士が同行します。在宅での生活動作確認、住宅改修、福祉用具、在宅サービスの検討及び提案、生きがいや社会的役割なども含めた、 その人らしい退院後生活の提案、家族指導を行います。生活の場でできることと課題を確認し、入院中のケアやゴール設定の修正を行います。配食サービスの利用は可能。3食すべて調理するのは難しい。栄養補助食品の購入方法は 患者さんが退院した後も、リハ栄養の実践は続きます。医療、介護スタッフの中から数名が参加して、患者さんのお宅を訪問します。入院中に予測できなかった課題や、入院中に行った支援の振り返りを行い、退院後の生活で生じた問題について提案を行います。お父さん、 夏バテなのか食事の量が減っているんです。そうなんですね。昨日はどんなものを召し上がりましたか体重も減ってないですかありがとうございます。気になっていました。いろいろとよろしくお願いします。お任せください。演劇能の低下、食事の準備。 体重減少、増加など、退院後の生活で栄養面に関する問題が生じた際には、管理栄養士が介入を行っています。栄養補助食品の紹介や試供品の提供、食事相談、調理方法の工夫まで、幅広くサポートさせていただいています。患者さんとご家族の笑顔のために、 チームの一員として貢献していきたいです。リハ栄養はチームアプローチ。そしてその先には患者さんとご家族の笑顔があるんですね。